死ぬんだよ。そう、私生きてるのね。なんで笑えるの？あなただって。マジ？もうすぐだ。しっかり前を見て。前？前ってどっち？こっちだよ。 行くの？出かける支度をしとけ。ゼファーもね。 こんにちは。 長持ちしてくれよな。
インベル、顔がにやけてる。え、今私笑って。がちょうどいいハンデさ。ターゲット確認。順番に処理して終わりだね。こんばんは。あ、大丈夫。普段通りにやればいいのよ。
こんばんは。難しいことはない。破損にだけ気をつけて届けてもらえればそれでいい。了解。だがあんたも気をつけてくれ。その手首、何かあったら俺たちが困る。神様から授かった大事な体なんだろう。そうだったな。資源供給と寿命決定。ゼニスにはまだ何か秘密があるのか。じゃあ行きますか。
弱すぎるから、それとも私たちが強くなったの？適当に手を抜いたくらいがちょうどいいだろうね。賞賛のない相手に銃を向けるんじゃねえ。ちっと学習しろ。おはようございます。
恐ろしいよ。こんにちは。少しは長持ちしてくれよな。インベル、顔が似合う。これじゃあゴミ掃除してる気分だ。
しかし、これは本当に僕のでしゅか？証明するには強い光と。何ですかこれは。これ ゲットでしよう。これが証拠です。納得できましたか？納得感激大感謝ですよ。あなたは僕の女神様でしゅ。ああ、夢は叶うんですね。これにてお仕事完了。くれたか。くれたか。ああ。とても綺麗な石だったけど、あんなに感動するものなの？この世界には自分のためだけに用意された石があるんだとさ。手に入れたら幸せになれるって伝承もあったはずだ。あれが？それはロマンチックな話ね。自分だけの天頂の星ってね。自分だけの天頂の星。だがご覧の通り、夢を金で買おうとする奴だけが手に入るってのが現実だ。夢は叶えられない人たちが作り出すもの。さあ、どうだろうな。
よ。今日もお疲れさんじゃの。出かける準備をしてた。え？出かけるってどこに？お出かけだ。ちょっと待ってよ。程がある。楽しそうだな。ええ、おかげさまで。お前が来てからどのくらい経ったかな。まだ何もできないけど。料理くらいは俺より上手くなってくれよ。バシュロン様、カーディナルテレサ様がお見えになりました。お前らはここにいな。久しぶりですね、バシュロン。楽になさい。仰々しいのは似合いませんよ。坊やは元気になったようね。おかげさまで。大変でしたよ。自業自得でしょ。あの娘は。あなた趣味が変わったの？あれはゼファーが助けて連れてきたんです。助けたの？あの坊やが？おかげでそのままいついちまって。少しは変わってくれたのかしらね。ところでそろそろご用件を。そうだったわね。私もすっかり足が悪くなってね。あなた理由がないと行かないでしょ。
どうも。珍しいわね、坊や。何の用かしら。今度は仕事抜きで会いに来てね。あ、
しょうがない、相手してあげるよ。ガキだ。ゴミ掃除してる気分だ。少しは長持ちしてくれよな。手を抜いたくらいがちょうどいいだろうね。ここだろう。言える。俺は仕事中なんだよ。そこ、普段通りにやればいいのよ。
Yeah!
すものだといいけど。